上さ。多分もうすぐここを離れる。今日の朝ごはんは私が準備したんだ。食べてみてくれ。口に合うといいんだけど。こんなにうまいもんを食べられるのもお前のおかげだな。うん、マリン病が完治した後はすっごく元気なんだ。毎日ご飯を 4,5 食作ったって問題ない。お前の腕ならやれると思うぜ。そうだ、昨日の夜お前が寝た後、ある人からお前宛の手紙が届いたんだ。オイラはお前が起きてから一緒に見ようと思ってまだ開けてないぞ。開けるなら今がちょうどいいタイミングだぜ。お、ミーローからだ。グランドバザールで宴を開催するの、ついでにセナの大マハマトラ復職のお祝いもするんだ。英雄であるあなたたちにも出席してほしいから待ってるね。最後に宴の日付も書いてあるな。2日後だ。うん、私もお前たちが英雄になったことを聞いたよ。本当にすごいな。そう謙遜するなよ。お前の実力は私たちがよくわかってるからさ。じゃあグランドバザールに行ってみようぜ。うん、行く前はティナリ師匠に一言言うのを忘れずにな。あっ、最近は何もかもが良くなってきて気分も前よりいい。何か手伝えることがあったらいつでも私を呼んでくれ。遠慮するな、当然のことだ。行く前はティナリ師匠に一言言うのを忘れずにな。おはよう。具合はどう？だいぶ良くなったぞ。お前は？問題ないよ。気を使ってくれてありがとう。でもその様子からしてもう仕事をし始めてるのか？うん、でもそんなに忙しくはない。マリン病の患者がみんな完治してハイパシアも回復したんだ。今の僕はレンジャー長の仕事だけすればいい。やっぱり世界樹が良くなるとみんな良くなるんだな。うん、でも後遺症も少しある。例えば刺激、新しく増えはしないけど今あるのがいきなり消えることもない。これから。そうだ、それといい知らせがあるぞ。セノが復職するらしいんだ。もう新鮮な知らせとは言えないね。すでに彼から聞いたよ。ここに来たのにオイラたちに会って行かなかったのかよ。一度ここへ来たけど君たちの療養を邪魔したくないからと
僕に挨拶だけして帰ったんだ。じゃあ、あいつらが祝賀会をすることはお前も知ってるよな。祝賀会？聞いてないけど。俺、ニーローの手紙にはセノの祝賀会をやるって書いてあったよな。セノから言われてないのか？おそらく、多分彼自身もこのことを知らないんだろう。ああ、そう言われると確かにセノって祝賀会に参加するようなやつじゃないな。ティナリとコレイもセノの友達だし、オイラたちと一緒に祝賀会に行こうぜ。コレイはここ数日、僕が担当していた雑用などを引き受けてるんだ。あの様子だと参加する時間はないかもしれない。かくいう僕もなおさらだ。近頃森にオエラ型が何人か来ていてね。オエラ型？正確に言うと元オエラ型だ。事件に関わっていた賢者たちがアビディアの森で修行をすることになってね。それと彼らに監禁されていた人も解放されたんだ。うん、体は弱ってるけど怪我もないし虐待も受けていない。クラクサナリデビ様は本当に心優しいお方だよ。罪深きアザールらを許したんだ。だけど彼ら自身は自分たちの考えの浅はかさを恥じ、残りの生涯をアビディアの森で知恵を悟るために過ごすことにしたそうだよ。クラクサナリデビ様が残兵を倒し世界中を救ったことを聞いて、彼らは衝撃を受けたと同時に歓喜にあふれたらしい。知恵を探求する道に光が差し込んだように感じたんじゃないかな。これらのことによりレンジャーの仕事もますます増えてね。仕事って本当に大変なんだな。しょうがないことだよ。少し話がそれたね。本題に戻ろう。君たちは今出かけようとしているのかな？ああ、そうなんだ。外出許可をもらいに来たんだけど、いいよな。もうだいぶ回復したし、行ってもいいよ。でも、安全には気をつけてね。その時間から宴を始めるわけだ。絶対に何も流れてないだろ。準備は十分整ってあった。すごいライブだな。私の方もゲストの人数以外バッチッと全然終わったよ。はあ、どうして招待を受けた人たちは返事を信じたんだ。そのせいぜいでこっちの手配の影響が出てやる。まあ、とりあえずすべきことをやっておけば何なんなるさるさ。私もそう思う。
場合は補足され早くから再生できる。そうでしょ、そうでしょ。いやー、バイバイも手紙を受け取って会えないんじゃせえ。やはりあなたたちって本当の意味だね。他の人たちからはまだ返事がないわ。確かにセレールは今非常に重要な転換期を迎えている。だがその友人たちがどんな方向であってもそれを理由に君を無視するのはどうかと思うよね。あなたデニーロンはセレールで一番のリポリゴなんだから。ミルバのアルマの話が出て俺も嬉しいよ。ミルバの踊りを高く評価できたらミルバがあるってことはほとんどの人は見る場があるってことになるな。だってあんなすごいステージならみんな好きなんだろ。ああ確かにその通りだ。俺たちみんなそう思ってるぜ。俺たちみたいにグラウンドバザールによく来る奴らにとってミーミーローは一番の踊り子なんだ。お前たちはよそから来たが、ミルネは一流のようだな。ズバイルさん、今度機会があったらベストオーディエンスを選んでみたらどうだ。この二人には素質がある。何を言ってるんだ。観客の価値は我々が決めていいものではない。だが確かに見る目のあるものにプレゼントを贈るのも悪くはないな。聞けばフォンテーヌには写真機なるものがあって人の姿を記録できるそうだ。おお、それはいい。で、それはどこで探せばいいんだ。みんな冗談が上手だね。ここで踊りができるだけで私は満足だよ。グランドバザールはいつも賑やかだな。うん、だから私はここが好きなの。旅人パイモン、あなたたちに頼みたいことがあるんだけど、手紙がきちんと届いてるかどうか確認してきてくれないかな。もし届いてなかったらここで宴があるってことみんなに伝えてほしいの。おう、ちょうど最近のスメールがどうなってるのか確かめられるしな。私が手紙を書いた時点だとディシアはオルモスコ、アルハイゼンさんは教霊院にいるって聞いたよ。セノさんはたまに教霊院に現れるってことしか聞かないかな。ラフマンさんの居場所もちょっとわからないの。多分ディシアと一緒にいると思うよ。それとドニアザードだけど具合はどうなってるかな。家に手紙は送りはしたけど療養の邪魔したらいけないと思って会ってないんだ。もし時間があったら彼女のことも聞いてきてくれる？うん、分かったぜ。よし、早速出発しよう。俺は後で冒険者協会のキャサリンさんに会いに行こうと思う。写真機を手に入れる方法を彼女が知ってるかどうか聞いてみるよ。ああ、試す価値はあるな。記念となる品物を観客に渡したらきっとみんな喜んでくれるだろう。みんなへのサプライズということでな。私もすごくいいアイデアだと思う。たくさん撮ってグランドバザールならではの記念品にできたらいいな。そしたらニーロももっと有名になるんじゃないか。そうなったら前の列でニーローの公演を見るのが難しくなるな。聞いた話によると写真機は適当に使っていいものではなくきちんとした姿で撮る必要があるらしい。え？じゃあ私たちも準備が必要かな。今の格好だとちょっと適当すぎるかも。いやいや、このままでいいんだよ。本来の姿で向き合うべきだと思うぜ。その
高度な発明品に。そういうものなのか。アルハイゼン書記官は知恵の殿堂に行ったみたいですよ。そこでなら会えるはずです。ただ本日書記官を探しに来られたのはあなた方で二人目です。どうやら書記官は近頃本当に忙しいようですね。他に誰が来たんだ。書記官と関係がとても悪いカーベさんも先ほど同じ質問を私にされました。そしてあなた方も。もしかして皆さん賢者についての噂を探っているので。オイラたちはちゃんとした用事があるんだ。そうだったんですね。あ、すみません、私の考えすぎでした。皆さん私と同じように賢者たちの噂に興味があるのかと思いましたよ。くだらない本を読んでないで、早く院内で何が起こったか話せ。くだらない本などではない。これはスメールの市場では珍しい形ある書物だ。どうせ食券を使って手に入れたものだろう。くだらん。それよりも今日帰ってきたら賢者がいなくなったと聞いたぞ。ほう、その驚き方からしてどうやら衝撃的な内情を知ったようだな。知ってたら君に聞かないだろ。書記官は君で僕じゃない。早く君が知ってることを教えろ。俺はあと少しで賢者になっていた。はあ？そう驚くほどのことではない。君はかの有名なカーベだろう。妙論派の星であり、修理や建造に精通している。次の賢者に選ばれる可能性だって大いにある。その言葉、心から発したものとは思えないな。何を言う。俺の君に対する称賛はいつだって心からのものだ。いや、
なぜなら、そもそも君は僕に称賛なんてほとんど言ったことがないからね。お互い様だ。俺のように君の性格をよく知るものであれば、誰であろうと俺と同じ選択をするはずだ。君ってやつは、その言葉そのまま返させてもらおう。君がそんな自己中心的で傲慢で皮肉屋な性格をしてるから、僕は君と何かについて話すのが嫌いなんだ。つまり俺の性格が受け入れられないと。当たり前だろ。なら俺の家から出ていくといい。脅しか？卑怯だぞ。いや、こんなこと言ってる場合じゃなかった。君が賢者になるって、それなら教令院が明日閉院する方がマシだ。そんなくだらん冗談を言うな。なんか喧嘩してないか？教令院のことよりも、君は建築に忙しいのだろ？いつか自分にも豪華な家を建てたらどうだ？建築のことは言うな。思い出しただけで腹が立つ。それで、我らが大建築士様は今回どんな偉大な建造物を生み出したんだ？僕のプライベートをいちいち君に報告する必要があるのか？俺は君を疑っているんだ。スメールが君を一番必要としていた時、君は何をしていた？砂漠で大掛かりな工事をしていたよ。だがそれを言っても君にはわからないだろうね。君たち知論派のなけなしの建築美学では。かわいそうに、美とロマンを理解できないなんて、心の底から同情するよ。ってちょっと待った。スメールが僕を一番必要としていたって何のことだ？君が不在の間、多くの者が手を組み、スメールの危機を救ったんだ。そんな話を僕が信じるとでも？アザールとその同胞が失脚した。これが君の知りたかった質問の答えだ。は？何をデタラメなこと言ってるんだ？信じなくても構わない。アザールに経費の申請をするのは、何も俺たち知論派ではないからな。ま、君たちの申請については、ちょっと他の人に詳細を聞いてくる。嘘だったら容赦しないからな。君たちか。どうした？オイラたちはニーローの代わりに来たんだ。あいつから手紙を受け取ってないか？手紙？2日後にグランドバザールで開催される祝賀会にみんなを誘うためにニーローが手紙を出したんだ。ついでにセナの大マハマトラ復職のことも祝うんだってさ。もしもその手紙が教令院のアルハイゼン宛てに手配したものだったら、大方俺の執務室に届いているだろう。ただ俺はここ数日とても忙しくてな、まだ執務室へ戻って手紙を確認する時間がない。今はちょうど休憩時間だったから、少し自分のことをやっていたんだ。お前の仕事っていつもこんなに忙しいのか？まさか。最近は数名の賢者が免職となり、教令院の上から下までどこも混乱している。そのせいで忙しくなっているだけだ。ティナリから聞いたんだけど、あいつらはみんなアビディアの森へ修行に行ったみたいだぞ。一生そこで暮らそうとしてるらしいぜ。あの者たちにとっては一番いい結末だろうな。六大賢者のうち4人が欲に翻弄され、神を創造しようとし、さらにそのために唯一正気を保っていた2人まで幽閉した。そのような行為に対し、俺の口から言うことは何もない。そうだな。久しぶりにその呼び方を聞いたから、なんだか全然聞き慣れないぜ。それと同じで、
六大学院も結構迫力があるよな。少なくとも本来はそうであるべきだったんだ。伝説では教令院が設立された当初、知恵における6種類の方向性を代表するため、宗神様が直々に六大学院を作ったそうだ。かつてそれぞれの学院では無数の学派が栄えては消えていった。唯一六大学派だけは六大学院を拠り所として、長い時間という試練を経た後、教令院における普遍の学派となった。今では六大学派と六大学院はほぼ同じ意味を持つ言葉になっている。六大賢者はこの6つの学院から選ばれた最高指導者だ。そしてその六大賢者の中からさらに大賢者と呼ばれる中心指導者が選ばれる。残念ながら今教令院に残っているのは陰論派と正論派の賢者だけだ。彼らはアザールに反対したがゆえに幽閉され、アザールが失脚してやっと身柄を救助された。じゃあ他の4つの学院は管理する人がいなくなったってことだよな。新しい人が選ばれるのか。ああ、一般的に規則に従って新たな賢者が選ばれることになっている。お前さっき自分が賢者になるって言ってたよな。お前が賢者になったらオイラたちのスメールでの後ろ盾が増えるってことだな。そのことだが、さっきは途中までしか話せなくてな。人事担当の者がアザールの後任としてクラクサ・ナリレビ様の教令院管理を補佐するよう俺を大賢者に推したんだ。しかし俺から断った。うえお前なんでだよ。向上心っていうやつがお前にはないのか。俺は六大賢者にすら興味がないんだ。言っただろ、俺はリーダーになるのが好きではない。うん、そうなのか。じゃあここ最近は誰を賢者にするか決めるので忙しいのか。それは俺の仕事ではない。俺は新しい賢者が就任するまで院内における重大な事務などを代わりに処理している。リーダーになったら真っ先に妙論派の経費申請を断ってやる。そういえばさっきの人って誰なんだ。友達か。俺とあいつが友人に見えたか。知らないから聞いてるんだけど。あいつはカーベ、ルームメイトといったところだな。あいつのことは妙論派学者の代表と思えばいい。それこそあいつがよく苦労する理由だ。最近起きたことってスメール人にとっては天地を揺るがすようなことなんだな。何しろこれが書記官の仕事だからな。まあとにかくどんなに忙しくても計画の立案者なんだから、2日後は絶対に祝賀会に来いよ。いいだろう、その時にまた会おう。今の教令院において静かな場所は知恵の殿堂だけだ。そのためここにもう少しいようと思っていたが、カーベのやつがまた戻ってくるかもしれない。ち、話を蒸し返されるのも面倒だ。場所を変えるか。
シアはどこにいるんだろうな。その声、パイモン？おい、久しぶりね。元気にしてた？ドニアザード、本当に久しぶりだな。私も元気にしてたよ。しかも生まれてから一番楽しいって言えるくらいね。もう聞いたかもしれないけど、マリン病が完全に消えて患者も全員完治したの。彼女らの耳の速さと交友の広さからして、大方もう聞いてるはずでしょう。そうだろ、デシア。ああ、お嬢様の具合も良くなってきたから外出に付き合ってるんだ。デシア、どうしてまだお嬢様って呼んでるの？もうお父様に解約届は出したはずよね。もうお嬢様って呼び方に慣れちまいましてね。今さら変えられませんよ。え、ボディーガードを辞めたのか？ああ、いつまでも風魔池のボディーガードをやってたら腕が鈍っちまうかもしれないからな。リシアも知っているでしょ、お父様とお母様はあなたにすごく感謝しているって。それにあなたをとても気に入っているのよ。ずっと我が家にいてくれても何も問題はないのに。私を理解してるお嬢様ならなおさら、私がこれで心が揺れる人間じゃないってのは知ってるはずでしょ。この仕事を引き受けた時から考えてたんです。お嬢様の体が良くなったらこの仕事を辞めて広々とした果てのない世界に戻ろうと。ボディーガードを辞めた後は何をする気なんだ？それなりに刺激のある仕事を見つけて体を動かそうと思ってる。刺激のある仕事ならつい先日やったばっかだろう。もう次のがやりたいのかよ。あんたたちとあの計画に参加してなかったらこんな考えは持たなかっただろうな。もしかしたらああいう全力の命がけな戦いに火をつけられちまったのかもしれない。あの感覚につくづく自分が傭兵だって思わされた。人の一生はそんな長くない。ああいった作戦に参加できたのはすごく胸躍る出来事だった。だがこの件を通してスメールにはまだ多くの問題が存在していることに気づかされた。私は砂漠の民として、今はまだ壁のこちら側の民にはなりきれていない。確かある方からあなたに伝言があったわよね。アルハイゼンのことですか？あいつがあれを覚えてるなんて、最初は冗談かと思いましたよ。オイラたち、さっきまで教練院にいてアルハイゼンに会ったばかりだぜ。なら教練院に勤めるようアルハイゼンが私に勧めたのはあいつから聞いたか？アザール本人と奴の同党が失脚したらしい。それで今なら教練院で仕事を見つける絶好の機会だってアルハイゼンが言ってて、な、もちろん私にその気があることが前提だが。ディシアが学者になるのか？全く想像できないぜ。私もよ。でもディシアが学者の格好をしたらきっと綺麗だと思うわ。いやいや、勘弁してくれ。大方アルハイゼンは私が自分なりのスタイルを持っていて戦闘にも長けてるから教練院でやっていけると思ったんだろう。でももしディシアが志願しに行ったらマハマトラになるのをセノが認めてくれるかもな。だってディシアは強いし。マハマトラの仕事ならセノがいれば十分さ。私はやっぱり自由気ままな生活の方が合ってる。今のこの仕事を選んだのも私にぴったりだったからなんだ。たとえ傭兵が様々な危険に遭うとしても、獅子はいつか荒野に帰っていくものですよ。むしろお嬢様のボディーガードをやってたことの方が私からしたら想定外のことでした。とても寂しいけど、でも
あなたの選択を尊重するわ。そう言っていただけて安心しました。そんな顔しないで。もう会えないわけでもないでしょ。ああ、送信の件が一段落して、スメールも全てがいい方へ向かってる。私も嬉しいよ。だが、平和で安定した世の中に傭兵はいらない。淘汰された時にはもう遅いんだ。今のうちに、もう少し稼いどかないとな。おいおい、その感じだと、もうすぐにでも行くつもりなのか？いや、そういうわけじゃないぜ。来週まで付き合うってお嬢様に約束したしな。最近はずっとオルモス港にいたんだよな。じゃあニーローからの手紙は受け取ったか？あら、ニーローが私たちに手紙を？お前がオルモス港にいるって聞いて手紙をここに送ったらしいぞ。おそらく私たちが住んでる宿屋に送ったんだろうな。お嬢様は最近特に元気で、夜も私を連れてあっちこっち行ったりするんだ。宿に戻るのが遅くて、その時間は受付もこっそり寝ててな。ええ、朝も早い時間に出かけて、夜中に店番してるお年寄りの方も居眠りをしてるから。要するに店の人がいつも寝てるってことか。手紙は受付にあるはずだ。後で確認してみるよ。やっぱり受け取ってなかったんだな。道理で返信がなかったわけだ。ニーローに頼まれて様子を見に来てよかったぜ。すまないな、わざわざ来てもらって。ニーローがわざわざ手紙をくれるなんて、きっと大事なことなんじゃない？おう、グランドバザールで祝賀会をやるらしいぞ。それと同時にセノの大マハマトラ復職も祝うから、お前たちを招待したいんだってさ。そうなの？私、絶対に行く。私も行こう。だが、その宴に服装の要求とかはないよな。今の格好で大丈夫だろうか。ニーローだったら、きっとそんなの気にしないわよ。彼女もきっと、ありのままの私たちに会いたいと思ってるはずだわ。それなら、このままで大丈夫そうですね。2日後だからな、忘れるなよ。おう。宴のことを教えてくれて本当にありがとう。2日後にまたね。あ、それとセノとラフマンがどこにいるか知らないか？大マハマトラは風のように現れ、風のように去っていくからな。一般人じゃ彼の動向をつかめないだろう。だが前に会った時、アール村に用事があるって言ってたぜ。運を頼りにそこへ行ってみるのもいいかもな。ラフマンの方は全く知らない。何かセノに相談することがあるって聞いたが、セノに会ったら聞いてみるといい。気にすんな、早く行くといい。次の目的地に向けて出発だ。どうしてここへ？体の調子もほとんど良くない。
外出許可が出たから外に来てるんだ。うん、ガンダルバー村の療養技術は相変わらず高い。おう、ティナリの傷も結構回復したぜ。そうか、ならよかった。そうだな、あの時気を失ったオイラたちをお前がティナリのところまで運んでくれたんだよな。本当に助かったぜ。気にするな、彼は医術に優れ、コレイも気を配るのが得意だ。お前たちをあそこまで送るのが最良の選択だった。でもお前はなんでここで一人突っ立ってるんだ。人を待っている。キャンディスたちか。もうキャンディスと村長には話をしてやる。彼らはいつもの場所にいるから、会いたければそこに行くといい。俺が待っているのはお前たちも知っているものだ。お、俺の友人が突如砂漠に現れるとは、まさにキングデシェルト様の祝福。願わくば会いに来た原因が厄介ごとの頼みでないといいんだが。ラフマン、それと、え、セタレ。え、君たち私を知ってるの。そのヒョレインで結構有名だったから。心配するな、この二人は俺たちの仲間だ。警戒しなくてもいい。そうなの。いいことがたくさん起こっていて悪くない。私もよ、なんだか最近いきなり人生に新たな可能性が生まれた気がするの。日々の生活まで光り輝いているような気がしてね。え、どうしてだ。セトレさんからどうぞ。ええ、では私から話すわね。実は教練員を離れることにしたの。ええ、学者を辞めたというより新たな役割を見つけたと言った方が正しいかな。これまでのような学者ではなく、でもこの立場を完全に捨てたわけでもない。確かにそんな感じだな。どういう意味だ。教練員を離れて砂漠地区に戻り、教育の仕事をしようと思うの。おお、先生になるのか。セトレさんはここに戻って教育事業をサポートしてくれることになったんだ。教育対象は砂漠の民さ。だが彼女一人じゃ全員に授業を行うことは難しい。そこで各地に分布してる俺たちエルマイト旅団に彼女が話を持ちかけ、この認識を全旅団に伝えるよう頼まれたってわけさ。ええ、エルマイト旅団の方々にはまず優秀な人材を選んでもらうつもりよ。その人たちに私が授業を行えば、彼らが学び終わった後により多くの人に教えることができるでしょ。それこそ教育、そして知識伝播の真髄よ。キングデシェルト様の民は今まで風車の苦難、流離の苦難、そして無知の苦難を受けてきた。だからこそ我々もセタレさんをとても歓迎してるんだ。彼女の訪れはまるで砂漠に現れた夜空の星さ。夜空の星は暗き夜に方向を見失ったキャラバンや盗賊、戦士と旅人を苦境から救い、安全地帯へと導く。そんな大げさな、なんだか照れるわ。いやいや、セタレさんはそのような称賛に値する人さ。我々傭兵は危険に慣れていて死をも恐れない。だからこそ賛美すべき物事についての判断は常人よりもはるかに把握しているんだ。セタレのその考えは多くの人にとっていい知らせとなるだろう。最初はうまくいかないかなと思ってたの。何しろ教練員は学者が勝手に砂漠で授業を行うことを禁止してるから。あなたたちも知ってると思うけど、知識は厳しく管理されていて、私のように幸運な人は砂漠の民でも極めて少ない。でもあの時聞こえた言葉がずっと心の底で渦を巻き、まるで
雷のように私の心を打ち続けた。今のあなたはリュウサに飲まれているのと同じ。たとえその両の目を閉じていても。セタレ、なぜ家に帰らない？あなたのいるべき砂漠はここではない。セタレさん。あの言葉が私の目を覚ましたの。それと同時に、次に故郷に帰った時、必ずそこの人々に何かを届けないといけないって思ったわ。勇気を振り絞って大賢者様に会いに行ったけど、もう教霊院にはいなかった。そこでセノさんから、アザール様はもうあそこには属していないことを教えられたわ。アザールは叱るべき罰を受けた。少し軽すぎるほどだ。お前たちも、もう聞いてるはずだな。そして、私が教霊院を離れて砂漠地区に行く資格を取れるよう手伝ってくれたのがセノさんよ。その上、エルマイト旅団との協力について話し合うためここまで同行してくれたの。セノさんとラフマンさんのおかげでこの計画を順調に進められるわ。みんな優しいんだな。このこと以外にも他の業務についてセノと相談することがあってな。クラクサ・ナリデビ様は砂漠地区開拓のためにかなりの資源を用意してくれた。俺もその手伝いを少ししたが、中にはエルマイト旅団の協力が必要な部分もあったんだ。それから教霊院にいくつか教育関連の物資を申請した。クラクサ・ナリデビ様の指示通り砂漠にあるいくつかの部族に送るつもりだ。あそこの人々もきっと必要としているだろう。ああ、もちろんだ。形のある書籍、その他の関連用品。セノとクラクサ・ナリデビがいなかったら、こんなものを手に入れることはできなかっただろう。それ以外に、教練員は砂漠地区で授業をしたい学者を募集している。何か情報があったら、すぐに俺からラフマンとセタレに知らせよう。これらのことを続けていき、資源の維持を図り、長期安定化させる必要がある。この何百年の間で初めて希望が訪れた。これはきっと砂漠の天気だと思ってる。あの言葉を覚えてるか？ここに眠るは我らが忠誠なる祭司カサーレ。その英知はまさに奇跡、賛美と桜花に値する。砂漠の民から再びあの祭司のような知者が現れることを願ってる。かつて世を震撼させた英知と栄光を再び見たいのだ。それで、あなたたちも何か業務の話をしに来たの？いやいや、オイラたちはニーローの代わりに返事を聞きに来ただけなんだ。ニーローがみんなに手紙を送ったんだけど、ちゃんと届いたかわからないから、その確認を頼まれてな。2日後にグランドバザールで祝賀会が開催されるから、みんなにも参加してほしいみたいだぞ。それに、これはセノの大マハマトラ復職の祝賀会でもあるんだ。でもお前の様子からしてもうすでに復職してるみたいだな。オイラてっきり祝賀会の後に教霊院に戻るのかと思ったぜ。祝賀会？
今日初めて聞いた。ねえ、ひなりの言う通りだったな。やっぱり知らなかったぞ。セノ、お前のために開催する春画会なんだ。メインのお前は必ず参加しろよ。セノさんのそんな表情が見られるなんて珍しいわ。宴が好きじゃないな。好きとは言えないな。だが、行こう。それ以外にセタレさんがサムサムいる間の名を全然守る必要がある。遠慮しておく。私たちもよ。でももし会話ならならニーロイソンさんにことずてを手を読んでいくしらしら。こう伝えてちょうだい。今まであんまり悪いと言ってしまして、本当に鬼ごめんなさい。あなたの姿がどれどれ美しいか、今はもう完全に理解しているわ。まるで空に輝く光ね。あなたとあなたが象徴する芸術は美しいしだけでなく、あまりに領域的で禁止されてしまうほどの生命力を持っている。これからも是非踊り続けて。いつか私たちも自分の目であなたの意義を見届けに行くから。全部覚えておいたぜ。これでデコデコでの任務は終わらな。セタの2つ箱は絶対大会よ。はは